関ヶ原への道、水野智基著、東京都出版、213ページ。西軍に移動した諸将は、オウムの国から西に所領を持つ者が多い。最も大きな要因としては、石田正純が近江の国の越川に堰を設けて、会津政党に従軍するために関東へ下ろうとする諸将を足止めしたことが挙げられる。勝重甲府候補は、鍋島勝重が西軍に組みした背景を次のように記している。資料40。慶長5年7月初旬、勝重公と毛利豊前守義政勝長は一緒に御年15の東八郎殿、龍蔵寺高房も同様に、宅与兵衛家久、須古一兵衛信明以下を召し連れて大阪をご出陣し、近江の市川までお越しになったが、あれこれと少しの間ご縁因したので、早くもその間に西軍は石田木の神正純ほか1万ほどの兵を持って内側に堰を設け、関東へ向かう州を一人も通さないので、当鍋島家の軍勢も力及ばずよろめいていたところに、石田治部少輔から安国寺が使わされ、関東へ向かうのを無理に差し止めた。その上、菊所座と申す僧侶を出して、家康公のご秘儀を一つ一つ書き立てて、国大名、小名を残らず招いて演説したので、大半はその下地に従った。勝重の父、鍋島直重は、家康の子婚問題の時には、黒田長政らと共に徳川邸に馳せ参じており、また、関ヶ原の駅においても、黒田助水と通じていたように、鍋島氏は新徳川の立場になった。本戦後、家康が直重の忠説を考慮して勝重を許している点からも、それを伺うことができる。また、勝重と行動を共にしている毛利義政の父、義成と直重は、加藤清正、黒田長政と共に、朝鮮からの撤退問題で小西行きながら李良州から糾弾を受けている。これらの要素から勝重は望んで西軍に組みしたとは考え難く、こうした新徳川のものでさえ流れに従うしかなかったということだろう。このような髪型の情勢を義円は、義円十号日記7月20日上で、伏見五条へ、秀頼様州押し寄せ戦これありと、西軍を秀頼様州と認識し、伏見城は内府州留守としている。日本諸国記が内府様を政治から放逐したと表現したように、上方では勢力が塗り替えられ、家康の豊臣政権内の立場は否定された。家康の施策である会津政党も否定されたため、会津政党のために関東へ下ることが困難になったということである。